二人がこの VS って関係から、はい、かけるになるのかな。こんにちるちる茶業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。本日紹介する作品はこちら、はい、トトフミ先生の伝説のやりちん VS 鉄壁の尻穴。これこれタイトルがもうインパクトめちゃめちゃあって、もう言いたくて仕方なかったですよ今あれですよね、どっかも発売になっ て、そうなんですよ、はい、で今回紹介するのは1作目の方になりますので、はい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 、じゃあこれを見てね、あの今2作目が気になってる方もここからこれを見てちょっと読んでいただければなと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。こちらの作品なんですけども、はい、まず、まあ、タイトルにある通りなんですよ。結局結局伝説の一員と鉄壁の尻穴が、まあ、バトルするっていう言いやすいですね、話なんですけど、はい、まあだから簡単に言うとあのホコタテみたいな感じですね。そうお下品なホコタテだなでも私は史上最高のホコタテだなと思いながら読んでいたんですけど、あ、まあすね、もあらすじをざっと説明させていただきますと、まずあの2人とも高校生です、はいはい、でちょっとやんちゃ系の高校、なんか通称破天荒っていうらしいですもう面白い、はいはい、その高校で、うん、まあ、やんちゃ系なんでこう、はい、最強な喧嘩強いみたいな人たちが結構集まってる感じの高校で、そこにいる2人の最強、あ、じゃあ2人ともヤンキーって感じなんですね。2人ともそうですね、ちょっとやんちゃめな感じで、まあ、攻めの方がこの表紙の金髪の方なんですけども、が、三神楽伊織くんって言いまして、はいはい、まあ、めっちゃイケメンで、うんうんうん、まあ、やりちんで、うん、まあ見るからに結構おらついてる感じが、いや、そうなんですよね、はいはいはい、しかもホテル王のなんか息子みたいな感じで、もう金と権力と女、はいはい、その三拍子を全部持ち合わせてる男、はい、もう最強ですよね。そうですね。で対して受けの方のこう黒髪のめちゃくちゃ美人な瀬名みなみくんは、反対に逆にお家が結構こう貧しい感じというか、はいはいはい、貧乏な感じのお家で弟がいて、うん、弟とお母さんと一緒に暮らしている、うん、お父さんはちょっともうお亡くなりになってるって感じのご家庭なので、なんか同じなんか最強の方向が結構違う感じの2人がちょっとどういう感じで VS していくのかっていうお話になってくるんですけど、はい、まあ攻めのこのやりちんの方は大体想像つくじゃないですか。グイグイ来るのかなって、ね、そうですよね。なんか毎日違う女を抱いてるみたいな感じ、本当のやりちんで、に対して鉄壁の尻穴ってなんかすごい、もうそこってすごい BL じゃないですか。なんかそうですね、確かにやりちんの方はね、うん、男女問わずっていう場合もありますけど、ですよね、イメージとしては、うんうん、なのでなんかこんなやっぱ美人だし、はい、で結構こうやんちゃな高校の中では優等生みたいな、はい、あ、そうなんですね、やっぱり立ち位置なので、はい、こうみんなに狙われるんですよこう憧れの存在みたいな感じで狙われて、シリアナを狙われるけども逆に掘り返すみたいな、すげえ、そうなんですよ、あ、すごいっすね、そこでなんかこうちょっと戦いが起きてるんですね、だから鉄壁の尻穴って呼ばれてて、はい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 、誰にもまだ断行不落のそうまだ入れさせたことはないっていうでもずっと狙われてる尻穴なんですよ。なるほど、はいはいはい、でなのでその2人が、うん、まあ、それぞれ別方面でこの高校の中で有名というか最強扱いなので、まあこう攻めの方の伊織くんの方にもこう射程的な人がいるし、はいはいはい、瀬名くんの方にも瀬名くんに憧れるこうその他大勢の生徒みたいなそれぞれいて、生徒同士がなんか気づけば三神楽派瀬名派みたいな感じで派閥ができちゃって変化分け目の戦いになってるなんか本人たちそっちのけでなんか高校内でめっちゃバチバチしちゃうんですよ。あ、構想繰り広げてるんですね、すごい、はいはい、でその、まあ、バチバチが本人たちの耳にもね届き、はい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 、あ、これはこう大将というか2人がしっかり決着をつけねばなっていうところに行って、はい、このタイトルですよ。あ、ここで起こるんです。ここで伝説のやりちん VS 鉄壁の尻穴の開幕ですよ。二人がね、あの勝ち上げられてる二人同士が対峙するという。なるほど。そうなんですね。で、まあ、ここまでは結構私はあの想像通りというか、うんうんうん、もうタイトルの回収もこうだよなって思いながら読んでたんですけど、ちょっと私が一番びっくりだったのが、はい、このインパクトがめちゃめちゃすごいタイトルのこの伝説のやりちんとかっていうのが、こうなんだ、長年こう高校内で呼ばれてたというわけではなくて、はいはい、鉄壁の尻穴の方は
一応呼ばれてはいたんですよ。こうただ本人の、こう当の本人の瀬名くんは呼ばれてること知らなくて、なんかこう攻めの伊織くんに言われて初めて、あそうなんだ初耳みたいな。あ、まあ、でもずっと守りに出してるわけですからね。自分が分かんないですね。まさか自分が鉄壁お尻やなって呼ばれてるなんて衝撃だったでしょうね。で呼ばれており、逆に伊織くんの方はこの伝説の伊織ちんっていうのはこう2人が、こう攻め受けの2人が小競り合いをする中で受けの瀬名みなみくんに俺が鉄壁の尻穴って言われてるんだったらお前は伝説のやりちんだよみたいな感じで名付けてもらってなんかしかも嬉しそうなんですよ伝説ってかっこいいからだからこれ表紙に2人ともなんか面白い男って言ってるのかそうなんですよなんかちっちゃいねあの吹き出しが出て面白い男って書いてあるんですけどもうなんか何なんだろうと思ってこの2人のなんかテンポ感というか、はいはいはい、作品のテンポ感が、はいもうコメディ調で進んでいく感じが私はもうドハマり、あ、ちねしさん好きそうですねでコメディ好きなのでドハマりでして、はいはい、2人のノリというか性格的なところで言うと攻めの、伊織くんは結構おバカっぽい感じやりちんとは言われてるんですけど、はい、意外となんかおバカでちょろい感じもありつつなんか天然もちょっと入ってるのかなって、はい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 、なんか結構鈍感な感じもしてかっこいいより私はあ可愛い一面結構あるなって思いながら読んでて、まあ、金髪のヤンキーは可愛いですからね相場が決まっていると相場が決まってるに対して、はい、あの受けの方の瀬名みなみくんは結構脳内でツッコミが炸裂してるというか、そのおバカっぽい攻めの伊織くんに振り回されて、もうなんか そうはならんやろみたいな感じのツッコミがすごいあって、まあこの瀬名くんのおかげで作品のテンポがなんか頼られてるって言っても過言ではないかなと2人のねこの小競り合いがずっと続いていって、でもちろんただ VS ってするだけじゃなくて、なんか VS っていうと喧嘩とか決闘みたいなイメージかなと思うんですけど、まあもちろんやりちんと尻穴ですからやることは決まってるんですよ。いやそうですよね、まあ、これしかも BL の世界ですからねなんか結局もう抱くか抱かれるかみたいな、そこの戦いがあって、はいはい、まあなんか面白かったところで言うと、なんか2人ともお互いのことを、抱きたいし抱かれたくない、あやっぱそこはそうですね、どっちも抱かれたくないって、でもその割に結構密着してなんか触り合ったりとかキスしたりとか全然するんですよ。でしながらなんかわちゃわちゃ絡み合いながらもなんかてめえこのクソみたいな言いながらやってる感じがめちゃくちゃ良かったですね。いいですね、そういうちょっとあのエチチ方面のことをしながらクソって言ってるのすごい好きです突然の性癖開示になってしまったあとこの受けの瀬名くんの方がこう弟のため、弟がいるってこう冒頭に言ったと思うんですけど、弟のためにご飯作ったりだとか弟と遊んであげたりとか、あとちょっと忙しい中バイトも頑張ったりとか、なんか意外とこの黒髪美人っていう優等生みたいな一面とはまた別に結構たくましく生きてる一面もあったりして、でそんななんか普段学校では見せない一面を知って、伊織も攻めの伊織の方もなんかこれまで自分の金持ちなステータスだとかそういうのを目的で近寄ってきた人とは違う何かがあるなっていうのをどんどんこの瀬名くん相手に感じるようになって、なんかそれぞれのパーソナルな部分が紐解かれることによってお互いへの解像度が同時に上がっていって、それがこの2人がこの VS って関係からかけるになるのかな、そういうそこの分岐点なのかなみたいな思いながら読んでおりました、はいはいはい、こちらの一押しシーンなんですけども、はい、この2人が雨の中一緒に下校するシーンがありまして、はいはいはい、で雨の中傘も差さずにっていう状況なので2人ともなんかびちょびちょになっちゃうんですよ。あ、そうですよね、はい、でめちゃめちゃ好きだったのがあの攻めの伊織の方が髪の毛あの金髪で結構こう上げてるので、はい、濡れると下がっちゃうんですよ、はい、髪の毛がペタッと、そう、はい、普段上げているその前髪が下がりきっちゃって、なんか結構読んでるこっち、え、かわいいみたいなギャップもやと思ったんですけど意外とそれに対して瀬名くんの方がなんかめっちゃ笑うんですよ。なんかあいつもと違うみたいな感じなんですかね、なんかその違いに笑っちゃって、なんかその無邪気な笑顔がめちゃくちゃ可愛いし、はいはい、白いワイシャツを着ているのでってことは濡れて透けるじゃないですか。あ、まあ、そうですよね。で、まあ、そこの場面では濡れて透けたその先はその先というか
向こう側描かれてなかったんですけど、まあ読んでるこっちは心の目で、あ、まあ、見てるじゃないですか、セラ君の上半身をね、はい、心の目で見て、はい、グフフとか思ってたら、はいはい、なんか思ったよりもイオリ君、攻めのイオリ君がその濡れすけの状態に結構ダメージを受けていて、はい、やっぱりなんか私たちはすごいもう楽しんじゃってるけどもあ、でもその場にいたらそうだよねって、目の前でなんか美人で綺麗な子が透けてるってなったらそうなるよねみたいな、めちゃくちゃ燃える反応をしてるのって気になる。なんかその場面はそのセナ君の方の笑顔がもうとんでもないなんか SSR 級っていうか感じなのと、プラス濡れ透けでなんか UR ぐらいまでに上がってて、そのなんかそれに対してのね、たまらなくなった攻めの方が取った、その後取った行動がめっちゃいいんですよ。さらにじゃあこれぜひ本編で見てほしいって感じですね。いや、そうですね、ちょっとこの後のネタバレはもうしないので、はい、この雨のシーン以降どういうことが起こるのかっていうのをぜひ、あ、ワクワク読んでほしいです最後にこちらの作品のまとめです。はい、こちら紹介してきました通り、はい、結構ラブコメ調で、そうですね、こうどんどんテンポよく進んでいくので、はいはいはい、もう光かなと、はい、楽しく読めます。はい、そうですね、あ、いい、あでそれに対しての私がつけたエチ度は4なんですよ。うわー、光でエチ度4って結構、いや、結構私は高いなって個人的に思いまして、はいはいはい、特に4話以降、はい、あの今回のこのお話の中では全く私は触れなかったんですけど、4話以降めちゃくちゃやばいので、書き下ろしも含めて結構ヘキヘキって感じがするので期待して間違いないと思います。はい、でもあと、こういう方におすすめっていうところで言うと、まあ、学生なので結構常に制服を着てて、はい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 、でヤンキーな部分もあるので菊寿司系の制服に、あ、いいですね、ちょっとね、なんかそんな感じなのにめちゃくちゃ燃えたので、そことか、あと受けがめちゃくちゃもう美人で黒髪なので、はい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 、その属性にすでに反応するって方がいらっしゃると思うので、もう挙手がありました。はい、そういう方にはね、はい、間違いないと思います。そうですね、顔がずっといいんで、もう間違いない、はい、っていうのでおすすめです。はい、でなんかこれ読んできて、うん、私が好きなそもそも作品のタイプだったので、はい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 、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、なんか読みながら、はい、そうはならんやろ、もっとやれみたいなんで、はい、BL ってこう突っ込むこと結構多いなって他の作品とか思うんですけど、うんうん、なんかこれは読みながら、いや、まあだろうなみたいな、だろうな、うんうんってすごい泣くの進んでいけたのが個人的にはもうすっと腑に落ちて刺さりましたね。あ、そうだったんですよ。私これもうタイトルは知ってたんですけど、今このなんか初演を見てすごいの、うんうん、金髪のヤンキーの上記した赤坂がこれはいいなと思って、もう終始ちょっと目を奪われてしまったので早速読みたいなと思います。いいですね、はい、なんか表紙からすごいエッチ度がね、私は感じられますので、ちょっとドキドキしちゃうんで、はいはい、気になってる方はもうぜひ読んでみてください。はいはい、ということで本日は、ととふみ先生の作品伝説のやりちん VS 鉄壁のシレナを紹介させていただきました。こちらの作品の紹介ページ見ていただくと、こう皆さんたくさんの、ね、レビューがありまして、はい、とてもとても素晴らしく参考になるので、はい、ぜひ皆さんも読んでいただいてもいいですし、読み終わった後に、あ、分かるって感じ で、ね、ですよね、読んだり書き込んだりしていただければなと思いますので、はいはい、ぜひお待ちしております。概要欄の方にこの作品に関わる、ページですとか貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。それではバイチルー。